左方向です。いきなり左方向です。この先青です。この先発見所です。生クリームパン美味しいかな。めっちゃ硬い。赤いし袋硬っ。この袋早く。あ、意外とちっちゃ。文句言うね。生クリームパン出てけへん。午後一の豚まんちょっとレンジでチンしすぎたみたいな感じになった。味の感想は？だけど美味しい。
じわっていうのかな、ここから広島東まで渋滞1キロ15分、1キロ通過に15分やって、休憩させてもらいます。ちょっと前空いたんでそこ入れさせてもらおう。コーンポタージュ買おうかな思った。ホットレモンあったからホットレモンにした。あったまるわ。よいしょ、じゃあ出発します。2時間ぐらいですね。2時間ちょいやね。じゃあ関門橋を渡って九州に入ります。あ、綺麗やね。
九州も対面通行でカラーコーンだいぶ内に入ったけど、さっきこのセンターラインより右側に出てたからむっちゃ走りにくかった。はい、やっと工事終わりました。真っ暗やな、街灯ないから。そろそろ寝るとこ探していこう。とりあえず古賀から寄ってみようか。古賀サービスエリア空いてたらもうここで寝よう。
生野菜。
孫の充電器とか動き出したら、フェリー動き出したらトラック戻れないんで、スマホの充電器とかいるもん持っていっとかな。これ食べるかな。えっか、九州だし醤油売ってるな、フェリーで。そっち買おう。
ちょっと取りすぎちゃうか？健康診断前じゃないの？取れた。何これ。夜食の UFO 持ってきたけど無理やな、食べられへんわ。お腹いっぱい、食べ過ぎた。これなんなんやろな、この子回ししてるで。あ、ストラップになってた。トラックにぶら下げとこう。ヒゲって書いてる。ヒゲまんじゅう、なんやろ、ヒゲまんじゅうって。ヒゲちゃんのまんじゅうか。
ミイ様というらしい。ちゃっかり調べてみた。よっこい小一震えそう。UFO キャッチャーで釣った子、どっか釣っとこうか。とりあえずここでいっか。
朝焼けや、朝焼けになってる。うわ、めっちゃ綺麗。うわ、今日は朝が綺麗。うわあ、すごい、めちゃくちゃ綺麗やん。混んでますね。出口渋滞で、ヘッドがいっぱい待ち構えてる。はい、ということでフェリー旅はここまでです。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。